令和3年3月13日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で日降り神人が行われ、氏子たちが神社参道で松明を振り回して神様の結婚を祝いました。この日は午前中、阿蘇神社からおよそ14キロ離れた阿蘇市赤水の吉松宮で神事が行われた後、年根の神、 国立の神の置き先となる姫神様を、二人の神職と氏子蘭がお連れして、阿蘇神社へと向かいました。午後7時前、阿蘇神社に姫神様が到着すると、神社参道で待っていた氏子たちが、茅を束ねた松明に火をつけて、頭の上で振り回しました。この日降り神事は、農業の神様、年根の神、 国立の神がお妃を迎えられた際に、う子たちが松明を振りかざして歓迎したのが始まりと言われています。御前迎え神事とも言われる国立の神の結婚の儀式は仮の拝殿で執り行われ、農業の神様とあって五国豊穣も合わせて祈願。阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民族文化財の指定を受けています。 例年、楼門前の参道一帯で行われていた日降り神事も、熊本地震で国の重要文化財に指定されている楼門が倒壊したために、日降りの場所を縮小し、参道の一部で行われ、さらに、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、宇治こと阿蘇神社の再建に携わっている大工さんだけでの日降りとなりました。それでも、 山道には幾重にも火の輪ができ、大勢の人たちが訪れて日振り神事を見物、神様の結婚を祝福していました。